テンションが低めでございます。はい、あーもう今日あれしようと思ったのにな。ちょっと待って、 iPad がない。今日はあのお土産配信のしようと思ってたのに、ちょっと今電子機器を用意できてない。しくった、ミスりましたね完全に。はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。さあ今日は何の話をするかい。今日はね、久しぶりに朝、本当に久しぶりにリアルタイムでプリキュア見ました。はい、もう本当にめっちゃ久しぶりに見て、そう、今の今広がるスカイプリキュアっていうシリーズなんですけど、あのあんまり話は見れてないんだけど、なんとなくどんな流れで今いるのかみたいなのは本当になんとなくは知ってたので、はい、今日はちょっと見ようって思って、なんかまた新しいプリキュア出るみたいだしって思って見てみてね。なんか今回ね、あの初成人、初の成人してるプリキュアらしくて、でも言うても18歳なんですけど、そう、私最初初成人で聞いて20歳かって思ったら、そういえばそっか今18で成人なのかって思って、そうそう、確かにプリキュアはね、中学生高校生がだらへんなんで、まあ、ほぼほぼ中学生が多い、中学生なんだけど、まあそっからすると18は結構大人になるのかって思って、そうそう、まあでもな、社会人になるとな、もう仕事で忙しいよねそういう問題じゃない、そういう問題じゃないかな。ね、でもほんと久しぶりにプリキュアが見れてよかったなって思いましたね。ちょっとね、これを機に今のプリキュアちょっと1話からちゃんと見たいなとは思ってますね。まあ、私はちょっとね、2人はプリキュアがまだ途中で止まってるからさ、それを見進めたいなと思っておったりするんです。今日はちょっとあくびを連発する配信になるかも。ごめんなさい、そしたら。
はい、まあ、朝からそういうちょっとね有意義なっていうか、そう時間を過ごしました。まあ私はもうね結構早い時間で起きるようになったから、なんか7時ぐらいにはもう起きるようになってきたからさ、そうそうもうね余裕なんですよ。8時とかもうね、まあ、朝ごはん食べて、まあ、8時半ぐらいには食べ終わってるぐらいにはなりましたね最近。ごめんなさい、映りました。今日めっちゃねちょっとさっきいろいろやってたらすごい疲れてしまってね、なかなかいい話題が思いつかず申し訳ありません。本当にあくびしました。いやー、何の話する？みんな、どうしよう。どうしよう。新たに始めたい趣味とかありますか？今んとこないね。ああ、ないね。まあなんだろう。あるかな。なんかお裁縫とかできるようになったらいいなとか思うけど、まあそれ趣味になるかは分かんないんだけどね。でもなんか物を作りたいなと思いますよね。思いますよねっていうか私は思います。
や本当にね、やばい。あーそうか、趣味の話ね。いやでもあんまりなんかこれやりたいなみたいな、やってみたいなっていうものはないかなー。あーでもなんかもっと一人旅とかやってみたいなって思うんですよね。あとは始めてみたい趣味じゃないけど、ディズニーランドに通いたいなみたいなふうに思うことありますね。そう、ピュール、あのディズニーに行ったことがないので、ディズニーランドにずっと行きたいなって思ってるんだよね。趣味で優雅にバイオリン弾いてるイメージ。あーでもバイオリンは別に趣味じゃないからねそう別にね、バイオリンはね趣味で弾かない私、うん、本当にね、まあ、趣味ね。まあ新たに始めたいっていうのはそんなにはないかな。なんかこれもっと極めたい、極めたいって言ったらまた違うけど、でも言うのはあるけどね。そう、まあこのカテゴリーの中でこれがしたいとか、例えばまあお絵描きの中だったらこのキャラクター描いてみたいとか、そういうのはねあるにはあるんだけどね、新たにまた別ジャンルでっていうのはそんなにはないかなっていう感じです。趣味はそんな感じかな。あくびを連発してしまいますわ。お腹鳴った。
たまにね、そうなんか配信で音乗るぐらいにお腹鳴るときあるのさ、ちょっと恥ずかしいなって思うんですよね。アイシャドウとリップめっちゃ綺麗。嬉しい。ありがとうございます。わーわーわーいやー、なーに話す。明日東京30度だって。夏やん、やばくない？はあ、早くない？まだ6月始まったばっかやけど。そっか、もう夏か。早いね。まあ梅雨入りね、そろそろ梅雨がね始まりますよ。私はそろそろ新しいレインブーツが欲しいなとか思っとったりします。そう、ね、本当は暑くなるのはご勘弁って感じですよ。早く梅雨入り、まだ梅雨入りはしてないのかな。早く梅雨明けてほしいなとか思うんですけど、あまりにも早すぎますね。ロングブーツタイプより、あのレインブーツのことかな。私はあんまロングブーツタイプは持ってないので、ショートブーツタイプを持ってる。そう、足首から5センチぐらい上のとこまでのやつかな。そう、すごい可愛いやつがあるんだけど、なんかもう一足ぐらい欲しいなって思ってね。そう、まあ、ちょっと気になるのは目星つけてる感じですね。
そっか、じゃあということは例年の梅雨入りを考えるともうちょっとっていうことなんですね。いやちょっとごめんね、本当に眠いちょっとね、若干目がしょぼしょぼして眠いなとは感じますけども、そう最近かなり痩せた？いや最近はあんま変わってないと思う。でもありがとう、嬉しいよ。いやーねー、でも今日あんまりね眠りが良くなかったですね。そう、本当にね、これうちは持ってったらなんだって思わないですかって書いてるんだろう、わかんないな。でもまずなんか劇場公演に来るのに年齢は関係ありません。いやそれもちろんちょっとあまりにも幼すぎてちょっと一人で来るの危なくないかみたいなのはちょっとまた別ですけど、そう別にね年齢なんてねこっちは気にしてない、もう来てくださることがありがたいんですよ。うちわに関してもあまりにも過激な内容じゃなければ本当に持ってきてくださるのはありがたいんですよ。そうあまりにもね過激な内容じゃなければ、そうもう関係ないそんなの、うん、もうそのメンバーへの愛をぶつける人もいるし、ちょっとまだよくわかんないけどちょっと来てみたかったから来ましたみたいな人もいるし、もうね何もね気にすることなんてないのよ。そうまあ、確かにちょっと男性の方がね AKB48 劇場は多いので、そうまあそうですね、まだ入りやすいんじゃないかなとは思います。
応援メッセージで大丈夫ですか？もう最高、素晴らしい、十分です。そう、でも一番大事なのはなんかちょっと恥ずかしいなって思って、あの最大限楽しまないよりも、もう周りのこと気にせず、もちろんマナーは守っていただきたいですけど、周りのこと気にせずに楽しんでいただくことが一番なので。そう、過激派は嫌なのか、いや過激ってそういう過激じゃないよ、そういうのじゃなくって、あのなんだろう、ちょっとまあ過激派ってさ、まあ過激派、どういう過激派、ちょっと難しいけど、なんだろう、もうなんだろうな、例えば難しいな、まあちょっとデスをイメージさせる、デスを彷彿とさせるようなハンドサインとかあるじゃないですか、なんかそれやってみたいな、それはアウトじゃない、まあそういう系を私過激なやつだなっていうふうに思ってるんで、そういう系じゃ、そういう系はもうアウトです、ダメです。あ、でもね、そんなことない、もう応援メッセージなんて本当に嬉しいので、そう、もうぜひあのしてくださったら嬉しいです。そう、マナーをね守っていただけたら嬉しいなっていう感じだね。私がイメージする過激っていうのはそっち系の過激。まあ、マナーは守ってねいただけたら嬉しいです。まあそれがまあほんと最低限のね、あのもう頑張っていただきたいところでもあるので、そうじゃないとね公演が止まってしまうこともありますから、そう。皆さんそこはまあお気をつけていただけたら嬉しいです。はい、そんな感じですかね、劇場公演に関しては。まあ、明日サムネイル公演に出演させていただきますので、とっても楽しみです。本当に行けるときに行くに限るからね。そう、まあ、あとは確かにマナーに関してはちょっと公式サイトとか見ていただけたらね、確かに嬉しいです。私が知らないようなあのマナーがあるかもしれないから、そう、
さあ、と何の話しようかな。何の話がいいかな。何か質問ありますか。特にあんまり配信来たことないよっていう方とかもいらっしゃると思うので、ぜひこの機会に何か質問してみたいことがあれば、答えられる範囲で答えていきます。最近見てるドラマある？最近ね、グッドドクターを見てます。はい、私は本当に最近ちょっとドラマを見てみようかなって思って、ちょっと気になってたグッドドクターを見始めました。でもあと2話ぐらいで終わります。サムネイルって一番じゃないけど、一番とは書いてないもんね。何の曲が好きかって言われたら、ランナーズハイが好きです。メンバーで一番おしゃれなのは誰ですか？そのメンバーっていうのはもう AKB48 グループ、AKB48 内でっていうことでいいのかな？ってなると人がいすぎてちょっと絞れないんですけど、おしゃれ、おしゃれな、まあリンリンかな、パッと思い浮かんだのは。まあ、私の中ではリンリンもおしゃれだなって思いますね。はい。あとまあ2つぐらいお答えして終わろうかな。しいたけ占いって見てた？初めて聞いた。ドラマですか？それはちょっと後で調べてみるね。見てないね。初めて聞きました。私本当にドラマをほとんど見てなくて、ちゃんと見たことあるドラマも本当10数えられる、もう両手で数えられるぐらいなんですよ。そう、本当に有名どころしか見たことないから、両手で数えられるほど嘘かもしれないけど、割とそのぐらい少ないからね。これからなんか見ていきたいな、いろいろって思ったりはしますね。
そう、見たことあるドラマはメイちゃんの羊と怪物くんとゲゲゲの女房はね、見たことはあるんですよ。あんまり内容は覚えてないんだけど、結構昔、あの小さい頃だったから。あとのだめカンタービレ、ドクターコトー診療所、謎解きはディナーの後でちょっとしかないんだよな。あとは青のスクールポリスで、まあ今グッドドクターでしょ。ああ、そして誰もいなくなったも見てた。あとブラックスキャンダルですね。そんな感じかな。あんま見ない理由ってあるの？なんだろう。ドラマ放送してる時間帯にテレビ見れなく、そんなことないな。あんま見たいなって思わなかったからですね。もうそれが全てです。もう昔はそんなに興味なかったドラマに。そう。あんまね、なんか見たいなって思わんかったし。大体まあ、そうですね、ドラマってまあ9時とか10時とかそのぐらいだと思うんですけど、あんまないよね、7時ぐらいからやってるドラマって。その時間帯はね、テレビ見れなかったんだよね。親がいるからさ、全然なんか親いる前で堂々とテレビ見れなかったから、そうっていうのがあるかな。でもまあそれで、でも最近になって、まあ親もね、全然ドラマ見てなかったんですよ。忙しかったのもあるし、あんまりそんなに興味もなかったのかな、ちょっとそこまで覚えてないんだけど。でも親が結構ドラマ、あとアンナチュラルも見たことある、好きなんですよ。親が結構ドラマを見るようになって、そう、まあでそれで私が一緒に見るってことはあんまなかったんですけど、たまに一緒に見て面白いなみたいになることもありましたね。そう、チーム4でプライベートで仲のいいメンバーを教えてください。プライベートでって言われるとぶっちゃけそんなにいないんですよ。私自身そんなにプライベートでメンバーと会わないから。でも一回プライベートで遊んだことあるのは、あの多田京香ちゃんです。そう、村山チーム4からの仲です。京香ちゃん、きょんちゃんって呼んでるんだけど、きょんちゃん、まあ、きょんちゃんかきょうかちゃんかどっちかなんだけど、とは1回遊び、いや2回遊びに行ったことがあります。ただ今は同じポジションだから、同じ公園で同じポジションだから、一緒に出ることが全然ありません。もう私ね、あのもうプライベートで会うメンバーなんてもう限られまくってんのよ。まあ、ハッツかカレンちゃんなんですよまあその2人もね、チーム4なんで、まあチーム4の中でっていうとその2人も入るか。ちょっとどうしても8の癖が抜けないからさ。
そう。今んとこプライベートで一番合ってる率高いのはカレンちゃんですね。そう、まあ、ハッツも高いけどカレンちゃんの方が若干高いかもしれない。そんな感じでございます。はい、というわけで今日はねちょっと短いんですけど、ここら辺で終わりにさせていただきます。じゃあランキングを読んでいきますね。13位から、13位カリネコでも好きだよさん、12位ダニーさん、11位ナナタさん、10位ココホルさん、9位カーヒロさん、8位大粒ちゃん、7位プレジョンさん、6位マモさん、5位ロミツさん、4位キャパさん、3位飯田ひろゆきさん、2位夏目さん、1位が玉国さんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。それじゃあまた明日、おやすみなさーい。ありがとうございました。おやすみ。